NPO 法人アイブレアジャパンは9月10日大阪大学コンベンションセンターで行われた第3回グローバルメンタルヘルスセミナーに明石市の寺井義弘市会議員を招待しました。寺井市会議員はブレイン体操の活動を応援されており、今回参加されました。セミナーの休憩時間にへそヒーリング健康法を体験され、このような健康法があることに驚いていらっしゃいました。現在はへそヒーリングを効果的に行えるイルチヒーリングライフを就寝前に使用されています。アイブレアジャパンは今後も明石市内の健康講座にへそヒーリングを積極的に伝え、子どもから高齢者まで多くの方にブレイン体操を広めていく予定です。チェンジ TV ニュースがお届けしました。